あの僕の役割は頭蓋骨調整を皆さんに伝えるっていうことだけなんで、あとはどん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 使ってもらって、あ、頭蓋骨調整こんな効果ありましたよって知らせてくれるとありがたいですね。こういうのが、数えてみると80種類以上あるっていうことなんですね。全部の調整を、まあ、今日ゆっくりやっても、5分以内に終わってしまうという、もう整体とかその施術の基本的なもの1箇所触れば全部変わってくるってやつですよね。力ずくでやらないと、ね、そして体重移動だけでやるということですね。そしてなるべく短時間で終わらせると、1個ずつ軽く 圧をかけて、こういう風になっているものをちょっとまっすぐしてあげるっていう、両方やってですね、上下がなくなったり目がパッチリしたり全部上がっちゃいます。で、頭蓋骨が締まると骨盤なんかもヒュッてなってくるはずなんですよ、ね、最高5キロ減った、あとウエストラインが 5センチ細くなった、で浮かび上がってそれが消えていくっていう、だから変化を待つっていうことは非常に大切です。